皆さんこんばんは、今日も甲子園球場で行われました阪神タイガース対ヤクルトスワローズの一戦をお伝えします。今日の先発はタイガース青柳、そしてヤクルトの方は石川。この両投手はですね、今年非常に内容がいいですね。青柳投手はですね、今シーズン12勝3敗、防御率 1.61、好成績ですけれども、ここ4試合は勝ち星なしという状態ですね。そして一方の石川投手は12ゲーム投げて5勝3敗、防御率 3.90 ですけれども、この対阪神はですね、2ゲーム投げて11イニング失点0。青柳投手の方も3ゲーム投げて2勝1敗、ヤクルトに対してはですね、防御率 1.23 と。いうことでですね、まあ、この2人の投げ合いとなると当然、ロースコアのゲームになるんだろうなと思っておりましたがですね、今日は点の取り合いになりました。両チーム合わせて15人のピッチャーが投げたというようなゲームになりました。そして延長11回にゲームは消したということになります。こういうゲームになりました。ご覧いただきましょう。はい、こういうゲームなんですよね。前回の青柳投手はですね、勝ち投手にはならなかったんですが、7イニングをゼロに抑えたというね、やっとちょっとこう復調してきたかなっていうふうに見ておりました。その立ち上がり1、2、3回もうこれは完璧でしたね。あ、青柳やっぱり良くなってるな、そういうふうに感じた3イニングだったんですね。一方の石川投手もですね、いい立ち上がりをしましたね。初回はランナー出しましたけれども、2回3回、三者凡退というピッチング内容でした。今日のヤクルトはですね、またピッチャーが青柳ということで、塩見そして山田、この2人をですね、スターティングメンバーから外しました。そしてそこに山崎、そして、宮本、この2人を使ったわけですが、この2人が活躍しましたね。はい、そのまず活躍した宮本でしたね。4回の表、ワンアウトからレフト前にヒット、宮本がライト前にヒットですね。そして村上がこの場面でもライト前にヒットして、まず1点、これがもう村上126打点目という素晴らしい成績ですね。その裏、今度はタイガースが一気に3点取りましたね。近本がヒット、そして大山アウトの後のマルテ、レフト前のヒットで1、2塁、そして今日は6番に佐藤を、まあ、下げたわけですが、この6番佐藤がライト前にタイムリーヒット。今日は佐藤は3本のヒットを打つんですが、僕がいつも言っているように3本ともですね、低めのボールでしたね。この低めのストライクゾーンに来た時は可能性がある、高め、そして低めのボールゾーンに来たらちょっとやられるというね、まあ、今日はヤクルトの投手陣、この低めのストライクゾーンに投げてくれたっていうのも一つあって、佐藤はですね、3本ヒットを打てたという感じがしました。まあ悪くはないんですけれども、やはり打てる球が今日は来たなという印象の方が強いですね。糸原のファーストエラー、これで2点目が入って、坂本の時にですね、スクイズしましたね。2球目にスクイズ、これがきっちりと決まって3点目が入った。すごくいい点の取り方をしたと思います。まあ、これで青柳がまあすんなりいってくれるのかなというふうに見ておりましたけれども、5回また逆転されますね。これはまず先頭のオスナにセンター前ヒット、そしてこの一つフォアボールが痛かったんですよね。8番の長岡に一つもストライクが入らないフォアボールを出してしまった。ノーアウト1、2塁、当然ピッチャー石川のところで送りバント、ワンアウト2、3塁を作って、1番に帰って山崎だったんですが、この山崎がですね、追い込まれた後に、最後甘めのまっすぐが来ましたね。これをですね、ライトオーバーのスリーベースヒットで一気に、2点取って同点。そしてそのサードに残ったランナーもですね、次の中村がセンターへ犠牲フライで、この回3点で4対3、もうあっという間に逆転の逆転という形になったわけですね。青柳らしからぬ、このピッチング内容でした。そして、6回の表、ここでもまたやられるんですが、ここはですね、先頭打者の村上でした。ワンストライクから外寄りのまっすぐ、ややまあ甘めといえば甘めなんですが、それにしてもですね、すごいホームランでしたね。センターバックスクリーン左へ、もう打った瞬間行ったなっていう感じのホームランでした。52号、127打点というね、もう素晴らしい、内容ですね。
これで結局5対3という形になって、まあ、これでかなり厳しくなったのかなっていうね、ところだったんですが、6回の裏ここで1点返した。この1点は非常に大きかったと思います。ワンアウトから佐藤輝明がセンターオーバーの三塁打、まあ二塁で止まるかなっていうところをですね、三塁まで行った、この三塁まで行ったっていうのが非常に大きかったですね。ワンアウト三塁、それで糸原のセカンドゴロで1点を取り返せたということですね。まあヤクルトの守備体系はですね、もう1点やっていいよと、そういうような形でセカンドショートともにですね、後ろを守っておりました。ですから佐藤の走塁、三塁まで行ったことによって1点を取れたっていう、4点目でしたね。そして、7回に追いつきました。ここはピッチャー石山、先頭の代打島田がライト前のヒット、近本はセカンドゴロでランナーが入れ替わり、そして4番の大山の時に近本がスティール、大山は三振ですね。で、ツーアウト二塁というところからマルテでした。マルテがですね、これはあのセカンド右へですね、当たり損ないのような形でしたけれども、途中からセカンドに入っている山田がですね、その、まあ、緩い打球に対応できずに、結局ライト前のヒットという形でタイムリーヒットになって5対5、7回終わった時点でまた振り出しという形になりましたね。まあ、ここからはもう1点勝負というところになるんですが、ピッチャーの方は7回が岩崎ですね。そして8回が弱さ、そして9回がケラ、この辺りでゼロにしのいでおります。4点目を取られてれたところから木澤がここをなんとか抑える。で、7回に石山で同点にされるところからですね、8回は清水ですね。そして9回は久保が来ました。これで結局5対5で延長戦になりました。そして10回の表、ここは岩貞が来てですね、2アウトランナーなしまで来たんですが、バッター丸山2-1 からですね、これセーフティーバントするんですよね。ランナーなし、そのピッチャー前のセーフティーバント、これで2アウト1塁、まあどうってことないのかなというふうに思ったんですが、次のバッターのところで盗塁、オスナはですね、結局その盗塁によってですね、申告敬遠、2アウト1、2塁という状況を作りましたね。そしてその後の長岡、この長岡もショートの右、まあ、緩い打球でした。このボールに対してですね、中野、ショートの中野がですね、あまりにも雑なプレーをしたなという気がしますね。あそこはですね、取れなくても体で止めてでも後ろにやらない、そういう守備をしてもらいたかったんですね。ヒットにしてもよかったわけです。それで、2アウト満塁という形でまた点をやらないということはできたと思うんですが、なんとか一塁でアウトにしようという、まあ、そういう気持ちが強かったんだとは思いますけれども、結局、ボールを取れずに、後ろへやってしまった。そのことによってセカンドランナーがホームに生還したという形で、この辺の守備はですね、ちょっと雑すぎましたね。これ、まあ、あの決勝点にはなってませんけれども、もう下手をしたらこの1点が決勝点になるという場面ですから、あそこはやはりもう少し硬い守備をしてほしかったなという気がしました。そして、10回の裏、ここで追いついたわけですよね。ピッチャーマクガフが出てきました。そのマクガフがですね、先頭打者の糸原を歩かしましたね。ストライクが一つも入らないフォアボール、そして、ロハスジュニアはアウト、そして、梅野も粘ったんですけれども、ライトライナーで2アウト、まあ、これで終わりかなというところから、中野がセンター前にヒットして1、3塁という形にしましたね。そしてここで、島田の代打原口でした。2球で追い込まれた、まあ、インサイドでズバッズバッと来られて追い込まれた後の外のスライダー、これをですね、左中間にタイムリーヒットして、また、6対6追いついたというところなんですね。そして結局11回の表、ここで、やられましたね。ハマチが出てきて、ここのハマチもやはり先頭打者で歩かしてしまったわけですね。先頭打者が出るか出ないか、これが非常に大きいんですが、これを、まあ、歩かしてしまった、これはもうピッチャーのエラーというところなんですね。これマクガフもそうでした、このマクガフね。そしてここのハマチもそうでした、先頭打者のフォアボール、これが全部点につながってますね。中村がバント失敗しながらも、まあ、最後粘ってですね、ライト前にヒット、これで1、3塁ノーアウト、そして、山田はフォアボールでノーアウト満塁という状況になって、4番の村上もうこれで万事休すかなと思いましたけれども、ここは踏ん張ってですね、高めのまっすぐで空振りの三振を取りました。ワンアウト、
少し、もしかするとゼロで終わるのかなっていうね、そういう期待を持たせる三振だったんですが、続く塩見がすごかったですね。ツーボールからファウル空振り、ツーツーカウントになった後、やはりここからコンパクトになんとかバットに当てようという気持ちが強かったんだと思いますね。インドーも決して優しいボールではなかったです。見逃したらボールかもわかりません。それをですね、インサイドからと思っていって、ショートの右、タイムリーヒット、センター方向へタイムリーヒットですね、2点タイムリーになりました。これが決勝点ということになったわけですね。11回の裏、ここ大西投手が出てきて、大山そして上田連続でですね、ノーアウトでヒットが出て1、2塁という場面を作ったところで田口でしたね。やはり田口はいろんな経験をしているピッチャーだなっていうのを改めて感じましたね。続くバッター3人をですね、三振、ショートゴロ三振ともうバチッと仕留めました。ということで、ヤクルトスワローズが8対6で、勝ったというゲームになりましたね。まあ5時間17分、まあ、今シーズン一番長いゲームということになりましたけれども、見てて非常に面白いゲームでした。その中でやはり最後の方のちょっと雑な守備、そしてヤクルトの粘っこさ、そういうものがすごく印象に残ったゲームになりましたね。勝ちがマクガフ、今シーズン1勝目です。負けが浜地、3敗目ですね。田口に2セーブ目がついてます。ホームランは村上に52号です。すごいです。はい、そして MVP は11回にゲームを決めた塩見泰隆選手ですね。彼はやっぱりしぶといですね。やっぱ追い込まれた後簡単になかなか空振りしない、その辺がやっぱりすごいなというのを今日感じました。はい、こういうところでした。まあ、今日は4番に大山を入れて、そして5番マルテ、6番に佐藤という、まあ、打順を変えたわけですが、4番に入った大山がですね、今日は最後に1本やっと出しましたけれども、それまではちょっとランナーを置いて、打てなかったというね、打席が4打席ありました。この辺、まあでも、まあ、大山の調子は悪くないのでですね、まあ、この4番大山っていうのは間違いじゃないと思いますね。まあ、6番に下がった佐藤が今日は3本ヒット打ちましたけれども、最後の打席の3球三振はちょっと寂しかったなという気がしますね。ノーアウト1、2塁の場面での3球三振、ここをもう少しこう内容のある、打席にしてくれればですね、皆さん納得してくれるんじゃないのかなというような気になりましたね。はい、ということで、今日のゲームはですね、ヤクルトスワローズが阪神タイガースに延長11回8対6で勝ったゲームをお伝えしました。以上です。